レザーマンはアメリカ合衆国のナイフメーカーである。レザーマンスーパーツールとベルトホルスターいくつかの機能を1975年、低予算でヨーロッパ旅行をしていたテームレザーマンが頻繁に故障する中古レンタカー、アンホテルの蛇口の修理などのトラブルに悩まされた結果、思いついたのがプライヤー付きのマルチツールである。7年後の1983年、レザーマンは ポケットサバイバルツールを発表し、発売と同時に爆発的な人気を得、多目的ツールという概念を世界に定着させた。以後同社は、豊富なアイデアの盛り込まれた個性的なツールナイフをリリースし続けており、その刃を含めた各々の機能は、アメリカ軍標準規格を満たし得る強度を持つ。同社製品の最も特徴的な機能であるプライヤーは、グリップの中央で左右に開いて、 各々百八180度回転させることで使用する。各々の,ののブレードは左右に分かれたグリップの双方に収納されており、プライヤーの反対側に飛び出させた形で利用する。標準的なナイフとしてのブレード以外としては、ドライバーは当然のこととして、モデルによって、ノコギリやハサミなどいくつかの機能が取り付けられている。反面、一般的なホールディングナイフのような、 シングルハンドルモデルは同社製品ラインナップ中では非常に少なく、そのシングルハンドルモデルですらもツールナイフとしていくつかの機能が取り付けられている。一番人気はウェーブだが、シタンモデルなどの高価なものもある。ジュースなどの小さなモデルはロックがかからない。ありがとうございます。